Thank you.
はい、皆さんこんにちは、高校生です。今日もご視聴くださりありがとうございます。先輩とのデートで着ていくお洋服をグレイルで何枚か買ってみたんですけど、それが届いたので一緒に開封していきましょう。ニットのトップスを3着とスカートを2枚買いました。これがすごくお気に入りです。やっぱりデートはスカートかな。これもちょっと大人っぽいなと思ったんですけど、色味がドストライクなので買いました。なんかちょっと違うかな。難しい。これもなんかちょっと大人っぽすぎるかな。このニットがすごく可愛くって、肩がちょっと出るんですけど、なんか違う。難しい。あとは部屋着というか、まあ、ちょっとそこまで出ていけるようなスウェットも3枚買いました。猫ちゃんがすごい可愛くてお気に入りです。そして最後にロングブーツも購入しました。チビだからちょっと盛らないとね。これだけ買っても2万円もしなかったです。グレール様様様です。さあ、今日のおやつを買いに来ました。おやつはもちろん、イカでーす。これダイエットの強い味方です。お風呂から出て、イカを早速食べます。部屋がね、最近電気をつけても薄暗いんですよ。さっきも話した通り、今度先輩と遊びに行けることになって、皆さんがいつも応援してくださるおかげで、やっと私の念願が叶ったっていう感じで、本当に嬉しいんですけど、どこに遊びに行きたいって聞かれて、どこでも本当によくって、なんならもう玄関とか、庭とか、なんかため池眺めてるだけでも全然楽しいと思うんですよね、先輩と一緒なら。はい、これはさっき蒸し料理で使った蒸し布を重曹で油落としてお湯で煮沸消毒しているという場面です。もし興味のある方、皆さんも蒸し料理やってみてくださいね。あ、みーちゃんがこっち見てる。かわいいね、みーちゃん。さあ、明日のお弁当のために卵焼きを焼いて、今日は寝ようと思います。前の日の夜にお弁当作って冷蔵庫に入れとくと、最近寒いから、お弁当が冷たいままで辛いので、おかずだけ用意しておいて朝詰めるようにしています。私の動画を最初の方から見てくださってる方はわかると思うんですけど、私卵焼きめっちゃ上手になったと思いませんか？こう見えてね、密かに成長していたんですね、実は。こんな私も空中するということが卵焼きを通して伝わればいいなと思いました。最近母が忙しくてあまり会えてないんですけど、こうやって一人でもできるっていうところを母に見せて安心させたいと思います。それでは今週もご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。